この番組は業界歴の浅い新米ディレクターが東袋を使ってやりたい企画を演出する番組です。さらば青春の光の東袋とデビュー作。さあ本日もゲストの方来ていただいてるんですが、何の番組の番宣でしょうかね。はい、この方です。お願いします。どうも、はい、BS テレビ朝日でやってます、はい、猫犬ワイドショーから、さらば青春の光、森田でございます。よろしくお願いします、はい、番宣で、はい、あ、すいません、テレビ朝日の番宣はあんまりしない方がいい。 BS ならいいかなって。でももう来られてしまったんで、はい、今日はもう仕方がないと思います、はい、すいません、ね、テレ東ならいいんですか、はい、ギリテレ東はいい、うん、テレ東全然 OK です。テレビ東京でやってます、はい、下戸酒場っていろいろありますね。いろいろありますね、はいはい、下戸の私が、うんうん、のんべいの町に出向いて、はい、米に合うおかずを探すという、うん、なるほど、はい、お酒はもう一切飲まずということですか。 それを探して最後、はい、下戸ゲストにそれを持っていくという、はい、この間田原総一郎さん誰とやってんねん。いろんな番組誰とやってんねん。さあそんな森田さんを迎えて、はいはいはい、本日の新米ディレクター、はい、この方です。お願いします。はい、あ、どうもお久しぶりです。はい、増田さんですね。はい、これまでは、うん、さらばさんのコントの尺を使ったブラックジャックだったり、うん、インディアンポーカーだったり遊んでいただいたんですけど、今回もまたさらばさんの活動を使ったボードゲームの方、うん、はいはい、また違うゲームですか、こんな、うん、そうですね、今回はさらばさんが今までライブで訪れた都道府県を使ったボードゲーム、うん、ほうほうほう、ライブで訪れた都道府県を使った、都道府県を使ったゲームを考案したので、はい、こちらご案内できればなって、はい、基本的にライブとか営業とかではないんですか。あ、営業もちょっとゲームの内容に若干含まれ、うん、ああ含まれてる。それをあなたが知ってるんですか。私この1週間ずっとさらばさん、あの森田さんのツイッターを遡っては遡って、はいはい、はい、うん、サーチさせていただいて作らせていただいて、ちなみにこの間の捨て頃の広島香川は、はい、はい、広島香川も、はい、含まれております。行ったんですか、あなたは。実は行ってないんですよ。あれ、あ、そこは珍しい、はい、あれどうした。ツアーはね、来てくれてましたけど、そうなんですよ、はい、私あの下半期になってから、うん、もう一旦さらばさん追いかけるのを一旦お休み、うん、なんでなの買ってくれ、ちょっと待ってくれ、どうして、熱量、どないし、なんかあったんすか、安くするね必死やな、こっちもな、逃げんなよって、何チケット代か、何違います、違います、まあまあ、私今24歳なんですよ。でさすがにずっとフリーターはもうまずいなって思い始めて、ちょっと就職活動しようかなって思い始めて、うん、今そういう活動してるんですか。あ、そうです、そうです、うん、でまあちょっとこれで一回でもライブ行っちゃうと、うん、私全部行きたくなっちゃうんですよ、また、あ、できなくなるから、でちょっと制限がなくなっちゃうんで、まあ、一旦もうここで、あ、そうか、そう、これを本人に説明すんねんさあ、はい、じゃあこれは題して何でしょう、ゲーム名は。はい、都道府県×ダウトですね、うん、はい、ちょっとこの後詳しくご案内します。わかりました、思います。はい、はい、じゃあ紹介させていただきます、はい、今回のゲームは、まあ、都道府県を使ったものなんですけれども、はい、佐藤のお二人は、まあ、単独ライブだったり、はい、あとは営業であったり、はい、学園祭だったりで、まあ、いろんな都道府県行ったり来たりしてると思うんですけれども、はい、そちらを私調べでちょっと調査して、はいはいはい、でゲーム化させていただいたので、はい、案内させていただきます、はいはい、でちょっと一旦これだけは言っときたいのが、このゲーム、うん、チャオチャオっていうボードゲームにものすごく酷似しているので、ちょっとこれだけは言っとかないと、うん、参考にしてるとですね、はい、これチャオチャオやんけっていうコメント欄がね、はい、増えると良くないから、はい、先に言っといた方がいい。ちょっとね、まあ、言わないとパクリ、パクリ、そう、パクリじゃないと、まあ、言ってもパクリなんですよ、はい、今回私用意してきたのがこちらのボードです、はい、どうしよう、さらばさんのフリーになってからのこちら、うんうん、出来事を、まあ、スゴロクみたいな感じで、はいはい、はいはい、ボードを用意させていただきました、はい、こちらを、まあ、どん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 進めていって、はい、先にゴールまでたどり着いた方が勝利、はい、先行プレイヤー A の方はくじ引きで都道府県を決定していただきます、はい、で、うん、その都道府県でさらばさんがライブを行った回数、回数0から4までの数字が答えられます。これに対して相手のプレイヤー B はこの回答合ってるのかな間違ってるのかなっていうのを判断していただきます、うんうんはい、もし合ってるなと思ったらそのままスルーしてください、はい、
スルーした場合、その定番プレイヤー A の方は回答した数分の駒を進めることができます。3って答え出たら3つ分進めます。はいはいはい、はい、ただしこれ回答間違ってんじゃないかなって判断した場合は、まあダウトというふうに指摘してあげてください。はいはいはい、でこれプレイヤー B の指摘正しかった場合は、プレイヤー B の方は正解したボーナスで2マス分駒を進めることができます。まあ嘘を見抜けたっていうことですね。はいはいはい、指摘されてしまったプレイヤー A の方は、自分が答えた数分、まあ、駒を後ろに下げないといけない。はいはいはい、はい、ほうほうほう。でこちら、プレイヤー B の、まあ、ダウトだろっていう風、この指摘間違ってた場合、間違った指摘をしたプレイヤー B はペナルティーとして2マス分駒を後ろに下げる。下げる、はいはいはい。ライブの回数、まあ、0から4までの数字が答えられますよって話だったんですけれども、はいはい、幅さんがまあ主役として出ているライブのは公演数で、はい、カウントしてます。公演数、はい、公演数です。昼夜夜やったらじゃあ昼夜だったら1回1回で2回としてカウントしてます。はいはいはい、営業や学園祭、まあ、ゲスト出演、その他もろもろ、その都道府県内で何回も出てたとしても、これまとめて1回としてみなしてます。ライブ以外は1ってことね。ライブ以外は1回です。はいはいはい、了解です。はい、その都道府県のライブ回数4回以上あった場合は、まあ、これも4として全部見出してます。ほうほう、はい、もちろんそれ以外もこれ2回ぐらい行った記憶あるけど4って答えてもいいですし、はいはい、まあまあまあ実際の数字より持ってスルーされたらそのまま、はいはい、なるほど、なるほどね、スルーさせる力もいるってことね。そうですね、そのスルーさせるにはなんか思い出だったりとか話していただければ、まあなんかああ行ったことあるなという考えになるので、はいはい、中には実は調べた結果、ライブ回数0回の都道府県がありました。ライブはあるか、はいはいはい、ゼロ回だけはちょっと特別で、はい、ゼロと宣言してスルーだったり正しかったりした場合は特別に5マス分進めることができます。はい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 、もちろんこれもブラフがバレてしまったら、あの5マス分交代させないと、はいはいはい、結構リスクもあるね、はい、ルールは大体こんな感じ。わかりました。チャオチャオってこんなんなんやチャオチャオ忘れて一回チャオチャオ忘れてください、はい、うん、じゃあそしたら先行後攻決めていただくためちょっとじゃんけんしていただいてもいいですか。はいはい、最初はグーじゃんけん、はい、はい、よいしょ、はい、はい、じゃあ森田さんからですね、はい、じゃあちょっとくじ引き私の方に引かせていただきます。それはアプリだ、チャオチャオではない、チャオチャオでは、はい、森田さん1個目は栃木県ですね。うわー、栃木、やな。これを受けてブクロさん、この森田さんの回答、合ってると思ったらスルーしてください。いや間違ってるなって思ったら、ダウトって指摘してください。なんか出てるか、お前の中に記憶が栃木の学園祭は行ってんのよ。いや営業かな、まあうん、は行ってんのよ。何の何のいや学校行ってるよ。でも多分それは大学じゃなかったもんやな、高校かなんかの学園祭というかなんかそういうあれに俺はもう車で行ってんねん。それすごいね、栃木まですごいな。だからそれは一回は確実あんねんよ。でもだからライブをやってるかどうかやねんけど、でもおそらく栃木ではやってないと思うねんな。お2回3回ぐらい行ってんねんけど、まとめて1なら1は合ってると思います。なるほど、はい、そしたら今回この回答はスルーということで、はい、森田さんそのまま1回進めてあげてください、はいはい、ありがとうございます、はい、そちらに関しましては栃木県は営業で訪れてます、はい、なので1とします。1やな、危ない危ない、工業高校みたいなところでしょ、はい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 、確かそうそうそう、俺確かね、ジョイマンの高木さんに宇都宮の駅で餃子をおごってもらってそういうの覚えてそれで覚えてる、食うたもんで覚えてるそれで覚えてた、はいはいはい、順番変わって今度はブクロさんの番になります、うん、引く、これだからそうか、山梨か、山梨県ですね。山梨か、あ山梨か、うわ、これはね、だから北関東っていうのが絶妙なのよね、はい、あ、ま、ちょっとあれですよね、あのね、捨て頃で行くほどでもないとこなんですよね、その北関東は、まあ、東京とかに来てもらえるから、そう、東京に来てもらえるから、ただいやもちろんロケは入れへんわけやもんね。ロケは入ってないです。入ってないよね。ロケでは行ってるんですよ。ただまあそりゃそうやな。ライブとか営業、営業はやねんけど、営業な、学祭、
高臭いな山梨な。いや意外にないねんな。うん、ゼロゼロ。はい、これを受けて森田さん、これはダウトです。甲府に行ってます確か。え、信玄餅って山梨？信玄餅山梨よね。俺甲府で信玄餅買ったの覚えてんねん。それロケの後ちゃうか。何のロケよそれはってなる。ね、あれで言ってるアインシュタインさんとか、結構若手何組かでの山梨の山の方でロケしてる。あれですか、かまいたちさんの番組。あ、そうそうそう。あ、違います。あれは車で行ってます。電車で行ってるんですよ。で、駅で俺は信玄餅買ってるから、多分、会館ライブなのかなんか営業なのかで、俺ね他の芸人とちょっとあの辺歩いたのも覚えてんねんな。甲府駅は間違いなく行ったことあんねん俺絶対に。でそれはプライベートじゃない、絶対に仕事ってなるとロケじゃないと思うねんな、甲府駅なら、ってなると俺は会館ライブか営業やと思う確か。ロケなら車やと。ロケなら車なんですよ、バスなんです、ロケバスで。会館ライブとか営業なら、多分電車で行った方がいいから、電車を使ったと思うねんな。はい、その信玄餅を買った場所が駅前や、駅、いや、駅中のニューデイズで俺は信玄餅を買いました。なんかそのイメージあんねんなってなるとってことですか。ってなると、これは俺は、はい、なんて言ったらいいんですか、ダウトでいいんですか。ダウトで大丈夫です、はい。ダウト、はい、かしこまりました、はい。さあ山梨県は森田さんの言った通り営業で一度そらーらそら来た。いやこれ思い出してんねん。あの甲府行ってんねん。おだから何やこれは何やねん。じゃこれだからゼロで行けたらよかったわけでしょ、動けたわけでしょ。そう分かってたの、一回行ってんねん。何お前はお前はだからこれせこない。これいやでもそういうことない、このブラフせこない。なんかでもそういうことないのってことですね。ゼロで別にせこいとかじゃ、騙してやからな、これ覚えてへんの。別に間違っててもさ、カッコつけてこれ言ってんねんって言ってる。別にゼロでそんな、そういうゲームやから。だからこれでゼロで行けたら5行けたよ本来は。そうやね、営業行ってるぞ。で俺はあそこでほうとう食うてんねん駅前で。そうそうそう、掛け合ってんけど、いやこのカッコつけいけんねや。まあまあいいですけど、違うで、こういうゲームやからな。森田さん、まあ、今この指摘成功したので2マス分今。おっしゃおっしゃおっしゃ、そうかそうか、はい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 。営業なんかめっちゃ行ってる、学祭もめっちゃ行ってるよ。でまあ営業は何回も行ってますよね長崎は。なんかお前大阪時代売れてたことにしようとしてる。全然売れてないじゃん大阪時代。なんぼでも行ってるやん京都なんか。